ミキちゃん、あの黒い影、なに？とうとう、お化けが来たかも。ミキちゃん？マキちゃん？やっぱり。ああ言っても、絶対に夜更かししてると思ったわ。パパとママに見つかったら怒られるわよ。とりあえず、部屋に戻って。もう、あれほど言ったでしょ、お風呂で。お化けはいないって。なのになんで夜更かししてるのよ。だって、お化けが見たいんだもん。もう私はいいよ。ミキちゃん、眠いし寝よ。そうよ。マキちゃんの言う通り。もう寝なさいね。じゃあ、おやすみ。お姉ちゃんの言う通りよ。もう寝よう、ミキちゃん。寝れないわ。マキちゃん。やっぱり、寝れないの？してるとお化けにお化けの世界に連れてかれちゃうの？あーマキちゃん、ミキちゃん、どこどこ？あマキちゃん？ミキちゃん？ああ、よかった。ねえ、ミキちゃん、ここってもしかして、お化けの世界かもしれない。だって、真っ暗だもの。ミキちゃん、私たち、もう帰れないのかな？とにかく、前へ進んでみよう。ダメ。
ちゃん。あそこを見て。白い光の方向と青い光の方向がある。どういうことかな、ミキちゃん。わかった。ミキちゃん、白い方向じゃない？青い光の方がお化けっぽくない？ねえ、白い方向に行こうよ。行こう。ちょっと待って。青い方向よ。きっと。どうして？白い光の方向に小さな白い光がさっき飛んでいったわ。ってことは白い方向がお化けの世界なのよ。あそこに行ったら絶対にもう帰れなくなるわ。わかった。ミキちゃんの言うことを信じるわ。うん。じゃあ、青い光に行こう。うん。私ダメかと思っちゃったわ。そうよ、二人とも40度以上の高熱出して、声をかけても全然起きないし、はあ、でもママよかった。でもう大丈夫なの、あなたたち。空いてるわよね。わかったわ。今すぐに支度するから、ちょっと待っててね。はぁ、本当によかった。じゃあ私、飲み物持ってくるから、ちょっと待ってて。
ミキちゃん、私たちやっぱりお化けの世界にいたんだよね。うん、ミキちゃんの言う通り、青い光の方に来てよかったね。白い光に行ってたら、私たちどうなってたんだろう。あー、でもよかった。泣き泣き、心配したじゃない。3日間も休んでどうしちゃったの？お化けの世界の話をしたから、もしかしてお化けの世界に行っちゃったのかと思ったわよ。何言ってるのよ。お化けの世界なんて行くわけないじゃない。お化けの世界なんかないんだよね。まで見てくれてありがとう。グッドボタンもよろしくね。今日の動画はこちらの方のリクエスト動画だよ。リクエストありがとう。みんなもリクエスト待ってるね。なぞなぞいくよ。ふふふふふふふと笑う魚ってなんだ？わかるかな？動画クイズだよ。ミキちゃんとマキちゃんは何色の光の方に進んでいったかな？わかったらコメント欄にコメントしてね。チャンネル登録はこちらからでも登録できるよ。次はどっちの動画を見る？またね。